ビジネスライブラリー信州の挑戦者たち。長野県立大学理事長の安藤邦武です。信州には独自の価値を追求し発展を遂げてきた企業が数多く存在します。信州経済を支えるビジネスリーダーたちへのインタビューを通じて現代社会を生き抜くヒントを探っていきます。今日はセントラルパック株式会社代表取締役社長田中孝明さんにお話を伺っていきます。一番気を使っているのはやっぱり衛生管理ということになろうかと思います。手洗いだとかも当然ですけれども、いろんな認証制度がございますので、当社の場合ですと、ISO22000 というこの食品衛生に関わる認証なんですけれども、これを2008年に取得をいたしました、はい、で2015年にはですね FSSC という、これは流通のお客様から要求されることなんですけど、はい、そういった認証を取ってないと店で売れませんというようなことがありますので、弊社もそれを2015年に取らせていただきまして、衛生管理には万全を期すと。当社の場合ですと、いろんな決め事ルールがあって、それに基づいて従業員の皆さん確実にそれを実行していただくというようなことで、保証させてもらうという仕組みを取っておりますので、そういったものをですね、マニュアルをしっかり守って、現場で品質を作り込むというようなことを従業員の皆さんには強くお願いをしているところですね、はい、お客様がこう袋から出して食べられるときに大きな具材が入って、はい、ちょっとしたサプライズがね、あるようなものっていうのをやっぱり狙いたいと思ってますので、比較的大きな具材をゴロゴロ入ったようなものを手作り感を出してですね、作ってるっていうのが一つの特徴かなというふうに思ってます。比較的安価なタイプのものからちょっと高級な付加価値のある高級的なやつとですね、2種類の商品を作ることができますよということが特徴かなというふうに思ってます。立派な人材じゃないといいもの作れませんよねっていう話かと思うんでですね、そういったようなことをベースにしてですね、人材育成というふうに取り組みをさせていただいています。今日よりは明日、明日よりも明後日もっと良くなりたいですねって、やっぱ向上心大事だと思いますので、そういった気持ちを持っていただきたいということと、やはり一人一人がやるだけではなくて、チームとしてやるということにもなりますので、松本には松本ボンボンというお祭りがあったりしてですね、そういうところに参加して皆さんの結束力を高めていくというんでしょうかね、そういったその内部的なコミュニケーションというのもしっかりとってですね、そのためにやっぱり新しい社屋も建てましたし、その中に食堂も作らせていただいて自由に語り合っていただけるような場ができればいいなというふうに思ってますけどね、はい、いい環境じゃないといい仕事もできないんじゃないのかなというふうに思ってますし、その従業員の皆さんが相互に協力し合ってね、行かないといい仕事にならないなというふうに思ってますので、そういう環境作りにはちょっと力を入れていきたいなというふうには思ってますね、はい、ビジネスライブラリー信州の挑戦者たち、セントラルパック株式会社の協力でお送りいたしました。